皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね、一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を全て大きな画面にしてお読みください どっか一箇所でもね、承諾できないというところがありましたら、えー、この動画の続きを見ることはできません。すべて一個一個承諾できる、できた方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。LINE に登録してくださいね。えー、QR コードで、この画面をパソコンの画面に表示するか、どこかタブレットとかね、他のスマホの画面に表示して、もう一つをですね、自分の スマホでスマホの LINE アプリをダウンロードしてそこで登録 QR コードを読み取ってくださいそうしましたら私の、ね、LINE <laughs> に登録できますので私までまずメッセージくださいえ動画の感想などをお寄せくださいあとは LINE グループにいてくださいとかね質問したり、えー、いろいろできますのでねいろいろお問い合わせください はいあのー、キャラクターシール売ってます、はい、私はこれ左と右のどちらでしょうか、えー、シール売ってますんでねお問い合わせください。はい今日はね令和元年5月11日土曜日ですね、暑いです、ゴールデンウィーク終わって初めてのお休みですが、皆さんいかがでしょうか、今日はね千葉県松戸市は朝からカンカン照天に晴れてましたね、昨日より暑いです、多分外は33度ぐらいありますね。 私はね、今日は朝ね、10時からだと思ったら、11時からだよ、11時から、えー、JR 松戸駅のラストでね、えー、個人コンサルやりました FX ね、あと仮想通貨も少しお話ししてですね、2017年からね、えー、仮想通貨投資や,やってたっていう方が今日来ましたね、FX の,あの設定なんかもしました。ビットコインはねなんか ずいぶん前に1ビットコイン300円の時に話があったって言ってましたよ。うん。で、怪しいからやめたって言ってましたけどね。はい。それで、今日はね、今日のお題なんですけど、この青いところ、今更聞けないビットコイン ETF って何っていうことでね、あの、僕がね、毎日ビットコイン ETF 承認、ビットコインオイン ETF 承認される。だからビットコイン800万円になる、1億円になるって言ってますけれども、このビットコイン ETF って何なのかっていうのね、 知らないよね皆さんね。ちょっとやるのと、あと、マーケットをちょっと見なくちゃいけないんですが、これさ、あの、ビットコインの価格が落ちれば落ちるほど、去年辛かったんですけどね。あの、コイン着事件があって、出川組の人たちはどん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 お金は損していったんだけど、上がれば上がっただけ、これきついね、またね。何これ今、今。どうなってんの、これ。 今、いくらなんですかこれ。もう、ちっちゃくて見えないよ。えー、なんか、心がさ、心が真面目にこの価格を見ようとしないんだけども、現実を、あの逃げてるんですよ、現実から。いくらなんですかこれ。えー、?76 円じゃないでしょ、これ。76万5000円ですよ。<laughs> 昨日、68万とか言ってましたよね、69万。 69万5000円とか言ってたのかおい,おいおいおい1日で7万円アップふざけんなよって。ふざけんなよって。早く言えよって。どんだけ上がってんだよ、これ。どんだけ上がってんだよって。おい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 、これい1時間足ですけれども、どんだけですか、これ。かむおお、<laughs> これ冷やしですけど。 今日一日でどんだけ上がってんですかこれ。ふざけないでください。本当に。ここのね、カルロス・ゴーンさんの、こ昨日この辺だったんですよね。俺昨日69万5000ぐらい、ここら辺だったんですよ。ほんで、やった、カルロス・ゴーンさんのとこ行きそうって言ったらあっという間に、あっという間に上ですよ。これ80万。今日の夜80万いくんじゃないですかこれ。いや、ほんと勘弁してほしい。 どんだけ70万から80万いくのに、どんだけ去年拝み倒したか、みんなでね、あの、雨乞い、雨乞いのようにね、みんなで、長野研究会のみんなみんなで拝みましたよ。一生懸命、一生懸命、お祈りトレードしましたよ。で、ようやく上がったと思ったら、スコーンと落っこってね、それが、何にもね、しないうちに、松戸駅でコンサルやってる間に、これだもんね。それで皆さんね、本当にね、気をつけていただきたいんだけど、 いや、どうせね、上がっちゃったんだから、今更ね、投資してもダメダメって言うかもしんないけど、全然遅くないから。まだ2倍になっただけですから、この下からね。35万円から、38万からね、76万。2倍になっただけだからね、たったね。今からビットコイン投資しても全然遅くないから。なぜかというと、去年これですよ。ここら辺ね、なんしらん顔しててね、徐々に徐々にこの、 富士山のね、あの、裾の広いでしょここら辺全然、全然ダメ。うん、2016年ダメ。死んだも同然。2017年、1月1日、13万円だったんですよ。で、13万円がまた10万円に戻ったりね。二20万円行ってみたらまた12万円になったりね。もうダメじゃんまたビヨーンって上がって。ほんで、下がったり上がったり横横。ほんで、ダメ。また下下がって。もういいや、売っちゃえ。ビヨーンって上がって、横横。 ボ,ボボボン、横横一回下がって、上がって、大下がりして、大泣きしてみんなで、もうダメだと、ね、いったんですね、55万いったのが30万になっちゃったと、ふざけんなよと思ったら、あれよあれよっていう間に、こんな爆裂ですよ、ムーンですよ。ほんで、気をつけなくちゃいけないのは、今まだ遅くないです、投資はね、まだここですから、ハラハラ、まだ5個目、 まだ3合目ぐらいですよ。だから今まだ全然遅くない。そして爆上げしますから。で爆上げした後利確ですよ。ずっと持ってっちゃダメですよ。まだこんな大泣きしますからね。わかんないけどね。上がり続けちゃうかもしんないけどね。右肩上がりにね。はい。月、月旅行じゃなくてアンドロメダまで行っちゃうかもしんないけどね。ということでね、あの、長野研究会も、 ふざけんなと。はい、ふざけんな認定しました。これビットコインはね。この、この傾斜見てください。この傾斜ね。この傾斜見てください。見ておいてください。よーく覚えてくださいよ。この傾斜ね。この傾斜。そっくりでしょ、ここ辺と。そっくりでしょ、これと。で、一旦押し目つける。今回つけない。これね、実は二千十七年の十二十一月、十二月頭でね、これ大爆発ね。ビットコインの大爆発は、 これこれの時もビットコイン ETF が承認されるってうことでね、えー、世界中、特に中国人が買ったんですよでアメリカのね SEC が金融庁がねアメリカの金融庁がビットコイン ETF 承認するというか買ったんだけど承認やっぱりされなくて延期延期になってずっと下がっちゃったんですでこれ山はね、えー、承認されるっつってまたね、えー、期待上げして、えー、延期して下がってまた承認されるって つって少林寺がねえ二ヶ月先2ヶ月先つってねまたね延期になるんですよそれで行くぞつってダメだー行くぞーダメだー行くぞーダメだほホーカロスゴンさんとファーウェイとだったんですがだったんですがね今回見てくださいよふざけんじゃねえよっておいおいおいお,おいどこ行ったどこ行ったおい ああ、もうなんだか研究会には何チャートも見せないっていう、困難なのこれ。ふざけやがって、本当に。この、この上げ見てください。この、この角度。角度が重要なんですよ。こ角度ね。これね。もう真上でしょ。こんなんないから、株,だ株とか。これが、ここのとこに似てるんですよ。この、えー。2017年3月22日から、ここ、六5月21日ね。で、一旦押し目つけるのかつ、つけません。 なぜかって言ったら、5月末なんですよ、ビットコインっていうふうに承認が。5月末ってもにあ、5月27日ですよ、ちょっと忘れ、後で出てくるけど。でね、あの、もう75万ってふざけんなって。70万いくかな、どうかな、週末いくかなって言ってたのが、もう75万。あ、ちょっと今下がったけどね。下がったけどね、今ほら。おしめつけて下がってますけど、ほらね、ちょっと下がった。 やっぱね、僕がね、うんで、これ、あっという間に、今、買いのチャンスですよ、買うんだったら。ビヨーンっていっちゃうから。うんで、70万いったら80万いくっつったら、あっという間にいくね、これ。で、80万いったら100万いきますよ。だから、来週、頭に100万いっちゃうから、ビットコイン。100万いったらテレビでやるよ、日本もね。テレビでやるから。そしたら、100万いったら200万いくんですよ、ビットコインって。あの、早かったんですよ。これもね、100万いったら、 100万、100万ってここでしょ ?100 万いったら、2日で200万いったんですよ。ビットコイン。本当だから。本当は、この点が1日だから。100万ってどこ ?100 万ってここでしょここでしょここでしょ一こ,これ、1、2で、1日に 2, 2日で200万いったんですよ。240万いったの本当だって。だから、 あのー、買うなら、今すで土日買えないからね。土日買えないし、口座持ってねえと。口座開設するのに1週間くらいかかるからね。どうすりゃいいんだろうね。うんまあ、ますかね、僕に金を送ってもらったつ、僕にお金送ってもねあの、誰に買うことはできないからね。それだけは勘弁してね。はい。で、リップルはどうなったのリップルは。あリップルも上がってるね。頑張ってるね。33円。 まあただ、これ冷やしにしてみると大したことないからね。あ、ただ、揚げの前兆があるね。揚げの前兆があるね。リップル。やばっ。え、リップル頑張ってる。やばいなあここで買いたかったなリップル。どうしようかなあれ僕が最初ビットコインが爆裂して、その後リップルだよって言ったから、リップラーって言うんですよ。リップル大好きな人のことを。で、リップラーって言うんだけど、 日本、まあ韓国人がリップル大好きなんですけどね、世界中で。韓国人が一番買ってるんですリップル。ただ日本人も大好きで、リップルのことね。リップルって可愛いじゃないですか。うん、リップルってチューリップみたいでさ、なんか可愛いじゃないですか。女の子っぽくて。リップル、チューリップ、えー、ペッパーケーブルみたいな感じでね、可愛いから、大イスみんな持ってるんですよ、女の子は特にリップル。持ってない人いないんですよ。なので、リップ リップル上がってきちゃったな、やばいな。ということでね、あとはまああの正統派のライトコインとかサリアム、サリアムってイーサリアムのことね。で、モナちゃんのモナコイン、まあ、モナコインはちょっと落ちてるからいいよね。うん、買い時ですよね。あとビットコインキャッシュ、も上がってきたね、上がってきた。えも、ー、う、まあ、ということ、あとね、 えぇー、何これ財布なんですけどね、これ。ほんで、あの、最近ね、よくある質問が、中田さん、僕、あの、僕私、仮想通貨の投資始めたいんだけど、初めてなんだけど、出も組でも何でも、ちょっと勘弁してよ、これ。言ってくれよ、金融庁。何こんなに。俺の許可なくこんなあげるんじゃねえよって感じですけど、 最近ですね、あのまあ、こんなにビットコインを、ね、毎日高値更新してるんだったらあの仮想通貨としてやりたいというふうに毎日ですね、ご連絡来るんですが、えっとね、まずどこの取引所、国内構造開設して何を買ったらいいですかって話があるの、ね、で、まあ、それはねあの、どこの取引所とか、ね、まあ、まずビットコインでしょうね。 まあそれはね、あの、それは僕が言うことできないけど、まあ僕の話を聞きながらですね、やっぱりビットコインとか最終的に自分で決断してください。ただ、口座解説はどこがいいかって言ったら、ビットフライヤーと、ビットフライヤーとコインチェックと財布っていうのは今、新規口座解説やってないんじゃなかったっけ新規、新規の人の口座解説やってないんじゃ、あやってる、無料会員。あー、テリング申し訳ございません。新規登録を停止してるんだね。 でビットフライヤーも確か停止してたような気がするんですよ。これね、ビットフライヤーもね。あのー、ビット、そう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 。だからこれも無料アカウント作成ってやると、できるじゃん。え最高のセキュリティ。ちょっと待ってくださいね。えー、ただいま、指摘をし源資源に受けそのための適切な。 現在、新規のお客様によるアカウント作成を自主的に一時停止しております。書いてあるよね。だからこれ、無料アカウント作成で出てくるんだけど、え一応多分ダメだと思うんですよね。でもさえ、多分作れないと思うんですよ。あとコインチェックが作れるかもしれないね。コインチェックがね。 うんで、その他、どこがあるんですかと、国内ね。僕が、まあ、おすすめしてるのはビットバンクかなと思うんですが、まずね、あの、どこがあるのかっていうのは、金融庁のホームページ行くんですよ。金融庁って入れて、あの、Google とか Yahoo の検索画面でね、金融庁。んで、仮想通貨って入れるんですよ。うん。 金融庁仮想通貨で検索するんですね。そしたら仮想通貨関係、金融庁で出てくるんですね。でこうして、えーまあ、仮想通貨交換業者2社を登録してと書いたんだけど暗号資産仮想通貨、利用者の皆様これ上だね。こっちは事業者の人だからこっち上ですね。で、ここでですね仮想通貨登録交換業者一覧表って出てくるんでこれ PDF でも Excel で,でもどっちでもいいですから押してください。 でこれ古いんだけど、古いんだけどね、これ、4月24日今年のね。で、これで、あのー、交換業者一覧出てるんですよ。マネーパートナーズとかね、えー、こことか、ブリットフライヤー、ビットバンク、SBI バーチャルカレンシーとか、それで、あのー、で、ここでですね、それぞれのこの取引所、取引所あるでしょ、ここね、が、取り扱ってる仮想通貨一覧表があって、マネーパートナーズはビットコインしか使って、あの 買えないんですよだこんなとこダメだよね。で、ちょっとしかないんですよ。それぞれちょっとしか売ってなくて、えー、本当にちょっとしか売ってないんですよね。ほ、は、ん、い、で、やっぱりビットコインは絶対買った方がいいよね。ビットコインは全部あるんだけど、ビットコインとリップルがあるといいよね。だからビットバンクいいよね。あとは、ビットポイントジャパンはセキュリティ厳しすぎてね、使いにくいんですよね。 うん。手数料も入れちゃったりするんだけど、DMM はビットコインダメだなの、これ。ビットコインってイサリアムしかねえと書いてあるしね。あとね、これタオタオとかあんだね。タオタオ知らないね。えー、<laughs> じゃあ、ビットコインしかないとかも全然ダメです、もう。はい。で、コインチェックは、まあ、ある程度少し、こんな話にならない。あ、D カレットがあんだね。D カレット、あ、これ新しいですね、この資料ね。 で、一番多いのは、このテーー、テックビューロ。テックビューロの財布。ここ一番多い。こことこ、こことここね、一緒だから。こことここ。あの、ここテーー、テックビューロって、テックビューロは、このフィスコが買収したんだよね。だから、こことここ一緒になっちゃったんですよ。同じですよ。だから、フィスコっていうよりテックビューローの財布。ここ,こ、ここ、財布。これこれ。んちょっと待って。僕、財布、まあ結構、 たくさんの国内のこと持ってるんですけどこれこれ財布まあ、あの、仮想通貨とできる財布って大阪の会社で財布って財布のことですよ。お財布のこと財布のことを大阪弁で財布ってうわけじゃないんだけど、これは返上しちゃうから言わそうじゃなくて財布のこと財布って言うでしょ言わないちょっとそこに置いた財布取って財布のこと。 うん、あの仮想通貨が入ってるお財布のこと財布って言うんですよ。う嘘ですけどよ、よくわかんない。大阪の会社で財布って、お財布のこと財布のことを財布って言うんですよ。それで、ここも、ここはね、結構いっぱい草コインが売ってるわけですよ。草コインがね。だから、ここおすすめ、財布はね。ただ、財布もね、新規、ここは無料会員って新、新規登録停止してるんで、あのー、今からね、財布作りたくても作れないから、 残念だね。残念ですね。ビットコイン上がったら、その後、草コインが爆鹿げすんですよ。です。だからね、財布。でも、あダメだから、しょうがないから、どこを開設したらいいですかって言われたら、僕は、ビットバンク。ビットバンクがおすすめ。ビットバンク。ビットバンクで何かやつって言われたら、ビットコインとリップル買っとておいた方がいいと思いますよ。うん。全部買ってもいいけどね。 うん、100, 万100万とか 10, 10万しかなくてどうしたら言って言ったら、5万、5万ずつ、それか、最初に10万円ビットコインに貼って、バカ上げしたら全部現金に変えて、でリップル買っちゃうと。そして波乗りですよで、ビットコインが例えば2倍になるとするんじゃないですか、今75万、70万ってそのそ、なんでそんないつもの価高くなったの あなこれがさ、75万がさ、二百四おい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 、いいよね、ちょっとさ、例えばさ、73万がね、140、146万になってね、まあ、2倍にはなるよね、この勢いだとね、ね絶対になるよね、2倍にはね、まあ、240万までいったから3倍にはなるよね、2倍になって、例えばさ、10万円が20万になるんだよね、でその後、リップルが5倍にな,倍になるとするんじゃないこれ、リップルなんてむちゃくちゃ安いから、今。 今33円でしょ。これ400円になってたから、一時。だから100倍、あ10倍になるけど、まあ、半分の、話半分で5倍ですんじゃん。したら、二 2, 2、ビットコイン2倍でしょリップル5倍でしょ ?5 に十0なんですよ。だから10万円が 10, 10倍だから100万なんでね。10万が100万。100万円入ればら1000万になる。ね。1000万投資したら1億になりますよ、うん。ただ、1000万投資って難しいから、 まあ例えば100万円あったとしたら、ビットコインで2倍にして、えー、200万。で、リップルで5倍にして1000万。で、次、カルダの絵だとかトロンとかね。他にあの仮想通貨。まあ、国内で売ってないやつもあるし、売ってるやつもある。で財布でやってもいい、うん。財布で草コインもあるわけです。ペペキャッシュとかさ、いろんなものがここのね、トークンの方にあるわけ。トークンの方にペペキャッシュとかね。で、こういうのってさ、 2017年って700倍ぐらいになったわけですよ。で、700倍、700倍狙わなくてもいいから、もうどうなるかわかんない。もうね、700倍って10万円入れてると7000万になって、マンション2個ぐらい買えるから。だから、億万長者いっぱい排出したわけなんだけども、まあ、それはいいよね。また今度話すけれども、ここの金融庁の、金融庁を仮想通貨関係って入れる、仮想通貨って入れると、出てきますから。で、ここで、えー、どこのね、 取引所はいで、注意喚起とかもあるからね、ICO の,あの詐欺行為もいっぱいあるし、えーね、YouTube 上の詐欺師は載ってないけれども、あのー、ここら辺でね詐欺、詐欺受けたとかいうのは、ここら辺で相談窓口が載ってますから、ここに電話してくださいよ。はい、ファックスと間違えちゃダメですからね。あと、いろんなの載ってますから、あいつも、ね、見てください。 頑張ってて勉強してくほんで何か分かんないことだったら私にね言っていただければいいですからねはいえジブラルタルとかもジブラルタルは無登録で仮想通貨公言を行うジブラルタルちょっとよく分かんないねこれねえはいということで、はい、ビットコインねちょっとちょっと下がってきたけどね 理確する人い言うから下がるんだよね。あんでもうダメだと思った瞬、次の瞬間に爆上げするんですよ。こうね、こうやって下がったと思ったら上がるんですよ。なら全然、あの、上がるんじゃないですか、これからもね。それで今日はですね、何の話かというと、今さら聞けないビットコイン ETF って何っつって、ETF、ビットコイン ETF が承認されるから爆上げしてんだって言ってるんですけど、それ何と。 ということで、コインチェックのですね、記事一覧に、承認待ちのビットコイン ETF って何、えー、概要や審査状況を徹底解説っていうのが、えー、今年の4月10日ですね、先月、だから1ヶ月前に載ってましたので、このブログがね、ちょっと読んでみましょう。ビットコイン取引に興味がある人は、ビットコイン ETF に関する動向にも注意する必要があります。そこでビットコイン ETF、ETF とは何か、 上場を目指すビットコイン ETF に関してこれまでの経緯と投稿などについてご紹介しますということで、えー、ビットコイン ETF って何かということですね一体何が主な特徴はビットコイン ETF とは主にビットコインを対し投資対象とする金融商品のうち証券取引所に上場されている投資信託のことを指しますと 投資信託なんですよ。投資信託ってさ、たくさんの株とか為替とかね、金とか先物とかいっぺんにごっちゃ混ぜにしてさ、ワンパックにするものを投資信託っていうんですけれども、その投資信託が取引所に上場してる。まあ、株式上場みたいな感じ。投資信託っていうのも未上場のものいっぱいあるよね。でも上場したものを ETF って言うんですね。 投資信託は投資信託を設定している投資信託委託会社が投資家から集めた資金より運用し利益を分配金としてという形で投資家に還元しますこの中に出回っている投資信託のあ世の中に出回っている投資信託の多くは証券会社を通じて取引する相対取引で購入することが必要ですと <laughs> だから世の中に出回っている投資信託っていうのは証券会社があのワンパック パッケージ化すするわけですよ株とか為替とか先物とかねあのパッケージにしてこれどうですかと企業の債券とかをパッケージ化してポートフォリオを作ってどうですかってお客さんに販売するんだけどそれはね未公開未公開未上場の未公開投資信託なんだよねで上場投資信託は多くの投資家が参加して投資家同士で売買できるように証券取引所に上場されているタイプの投資信託です 上場株式と同様に同様同じように取引所が開いている時間は常に価格が変動しますということで普通ね私たちが投資信託って買ってるけれどもそれは大和証券とかさ野村証券の営業マンがあお客さんどうですかって買うけれどもねそれはその償還日が来るまではえっと買い戻ししてくれなかったりするでしょ払い戻しができなかったりえ途中で償還するとさ途中で現金化すると えー、お金減っちゃったりするでしょう。でも上場投資信託ってそういうことないんですよ。買ってもいつでもマーケット、取引所であの売ったり買ったりできるんですよね。それが超メリットで、そ,そういうのいいよね。で、個人もこう上場投資信託、ETF って買えるんですよ。で、ネットで買ったり売ったりできます。株とかね、為替のように。 また価格を指定して売買する差し値注文も使える点も特徴です。ビットコイン ETF が認められればビットコインがより取引しやすい金融商品になるとも言えるでしょうということで、<laughs> このね、な、何かっていうとですね、ビットコインとかイーサリアムとかね、リップルとか、まあ、あのー、 仮想通貨ってさもう、星の数ほどあってね、その中で、えー、取引所に上場しているのが2000何本って言ってですよ。これコインマーケットキャップ見ればわかるんだけども、ね、コインマーケットキャップってあるでしょこれコインマーケットキャップを見ると、コインマーケットキャップっていうのはさ、で、ここにね、えー、ビットコインすごいね、爆上げ中ですね。やばいね。 そうですね <coughs> ちょっと大きくするけどあので、ねこれ、マウスカーソルが変なとこ行ってるかもしれないけど、ごめんね、の拡大鏡で見て、仮想通貨の数が2169って書いてあるでしょ、ここ。ね、でここは、えー、この右の、ね、市場って書いてあって、この仮想通貨取引所っていうのが世界中に1 8242万あるんですよ。多すぎんだろうって、それ。ふざけんなって。えー、どんだけって感じでしょ。 だ日,本日本、世界中にその株式マーケットっていうのは、日本、ニューヨーク、ロンドン、えー、インド、中国、ロシアとか、あんまりないわけですよね。あと大阪、ちっこいのちっこ大阪、名古屋とか、ちっちゃいのしかないわけですよ、とにかく。で、数えぐるぐらいしかないんだけど、その株とかね、為替とか正式な世界の、えー、金融機関が認めてる市場っていうのはね。 あ、取引所っていうのはね。でも仮想通貨っていうのはこの市場って何なのって。どこも認めてないわけ。政府も金融機関も。勝手にあの仮想通貨取引所がっていうの運営できるわけですよ。明日から。あなたはもう個人でできる。始められるわけですよ。で、それがですね、18,240にもあると。ほんで、あの、コインチェックとかさ、あの、大量量営事件が起きて、金融庁がやべえやべっつって、ようやくね、あの、金融庁登録制にしたのが去年ですよ。 実際にはその前の2017年の夏から登録制にしたんだけど、あのー、まあ、あの、1年ぐらいはね、えっ、ー、と、猶予期間があったわけだね。何でもいいよって、誰か何やってもいいよっていう期間があったわけ。だから漏洩したりね、持ち逃げされたり、なな何でもあったわけですよ。で、これは未だにですね、どこの誰が経営してるか分かんないわけ。もうマフィアだったりさ、ボルグランだったりするわけですよ。 で仮想通貨もこの市場ね、1万8242に対して、えー、仮想通貨、上場している仮想通貨の数は2169しかないわけ。だから、オーストラリアとかニュージーランドのようにです、ね、人の数より羊の羊とか牛の数の方が多いわけなんですよ、ね。だから困っちゃってるわけですね、これね。それで、この市場っていうのも、その日本は、ね、金融庁がようやく思い越しを上げてです、ねあの、承認登録制に、許可制にしたんだけれども、 世界中には、いかがわしいねいインチキな取引所いっぱいあるからだからねだからこの仮想通貨特にビットその代表のビットコインというのもなかなか手出せないわけですよ。これ何なのって一体誰が保証して何なのってことなんですよね。 で、だ世界中の億万長者とか年金機構とかね、いや、うち100兆円持ってんだけどっていうさ、年金機構とかね、企業年金とかね、いろんな国あるでしょ、日本にもあるんだけども、そういうところが、いやリマリを求めて仮想通貨、そろそろ投資したいなと思うんだけど、個人レベルではできないわけですよ。その、怖くてできないわけ。怖くて怖くて。だってさ、どこの誰だかよくわかんない人に、 でそのマーケット自体がね、ここに、仮想通貨マーケット自体が、しかもここに書いてある通り、時価総額が22兆円しかないんですよ。22兆2500億円しかないわけ。ここね、ちょっとマウスのカーソルがずれちゃってるかもしれないんだけど、22兆しかないわけですよ。でも、うちの年金機構10兆円投資したいと思ってるんだけどって、普通あるじゃないですか。だいたい、為替だったらドル円だってね、一日200兆円動いてるわけですよ。売ったり買ったり。ね。 であの外国為替全体では、1日に500兆円が動いてるわけ、1,、ね、1年通したら、何十計円って動いてるわけ、それに比べて、時価総額22兆円って何このしょぼいのって感じでしょ、で、10兆円預けたら持ち逃げされて困るなってことなので。 ビットコイン投資したいっていう人もいるし、個人投資家もビットコイン投資したいと思ってんだけど、あの、ど、このね、まあ、ビットフライヤーもとかね、コインチェックとか財布なんかも含めて、何この取引所、しょぼすぎねと。ね、一つ一つの取引所の取引金額も1日にさ、100億円とか200億しかないわけですよ。そんなのに、いや、うち10兆円預けようとしてんだだけど、ビビっちゃってシステムエラーを起こしたわけですよ。だから、ちゃんとね、その、 例えば東京証券取引所がビットコイン扱ってくださいよと、シカゴ証券取引所、ニューヨーク証券取引所がね、あのビットコイン、イーサリアム、リップル扱ってくださいよっていうのが、このビットコイン、まずビットコイン ETF の話なんですよね。で、あのビットコイン単体でね、ビットコイン商品先物として、まあ、シカゴでビットコイン先物っていうのはもう上場してるんだけど、もっとなんかその、 ビットコインだけでビットコインイーサリアムリップル <laughs> 含めてねあのリスク分散した形で投資信託としてね上場してくれっていうのがこのビットコイン ETF なんですよはいでビットコインがより取引しやすい商品金融商品になるとも言えるでしょうとだからビットフライヤーとかさコインチェックにねあの10兆円とか世界中の金がね100兆円とか一気に来てもあのどうしようもないから受けられないからビットフライヤーで100兆円なんて うん、でも、東証券取引所とかさ、あのー、ニューヨーク証券取引所なんか別に100兆円なんか余裕なんだけどって、そんだけしかないのもっと預けろって感じなんですよね。で、そもそも ETF って何のこと、お言葉の意味は ?ETF は投資信託の一種で、Exchange Traded Fund のあ、えー、頭文字を取った略称です。一般的な投資信託は株式や債券などが 投資者対象となっており複数の投資先を選んで分散投資します簡単にお伝えすると複数の投資対象に投資するパック商品のようなものですということが書いてあるよねだからポートフォリオを組んでポートフォリオって知ってます、えー、リスクが高いんだけどリターンも高いっていうのとリスクが低いんだけどリターンも低いっていうものと パックね、えー、パックっていうのはいちごのパックみたいなもんでねあのいろんなものを入れとけば、えー、結局、まあ、あの金融危機が起きた,起きた時でもそんなに、ね、あのマイナスにならない、うん、であの安定したあの利回りが得られるっていうやつですねで投資家にとっては1つの投資信託に資金を投じるだけで分散投資が図れることがメリットですもう抜群だよね だから不動産投資と株式投資と為替投資と仮想通貨投資と、えー、あと先物とかねいろんなものにいっぺんに投資してねリスク分散測って、えー、利回りは10%ぐらいでいいよとビットコイン見たくね利回り300%とかっていうのも,もう、うん、すごく楽しみなんだけどそれも入れつつね利回り303%あればマイナス300%もあるのがこの金融だからうんだから利回り 10%だったらマイナス10%ぐらいで収まるんだけどねマイナスいっちゃった時にねだから仮想通貨ってハイリスクハイリターンなんだけれどもやっぱり魅力あるよねしかもあの今爆上げ中爆上げ中だからこんな爆上げする金融商品とか不動産投資商品とかこんなんあるないでしょないんですよしかも土日やってるし <laughs> 投資対象は投資家に代わってプロであるファンドマネージャーが選ぶことになります そのため、銘柄選びが難しいと感じる初心者にとっては代わりに選んでもらえるというメリットがあると言いますと。そうですね、あの、仮想とこれね、あの、コインマーケットキャップ見てもらえば分かる通りね、えー、これね、2000、2169個もあるんですよ。で、これ全て見るって押すとですね、2196個がこれ全部出てくるわけ。これどれ買っていいか分かんないでしょ。どれ買っていいか分かんないんですよ。で、これは、 えっとねあのー、時価総額もあるんだけどこのね、あのー、24時間の取引金額と,、えー、っと発行枚数とかあと今の値段とかをですね、えー、細かくかけ算したり割り算したり、えー、微,微分積分をしてですねあの期待値を出していくんだよね。期待値を出してその期待値に対してかけていくと 勝ったり負けたり勝ったり負けたりしながらも必ずですね期待値だけは、えー、足し算で増えていくんですよ期待値が増えると必ずですね収束していって、えー、その確率拡散が収束していって必ず利益が出るんですよそれが期待値投資法って言うんですよねでそれをやってるのが中野研究会の草子院研究会なんですよ。 でそういうふうにやって、この仮想通貨投資ってやっていくんだけども、今日はそんな話じゃないよね。このビットコインだね。投資信託の種類によっては、投資信託で生じる利益は決算ごとに分散金として投資家に還元されますただし投資信託は元本保証の金融商品ではないため損をするリスクがあることに注意は必要です。 投資信託の投資対象は株式や債券にとどまらず、金や原油などに投資するものもあります。そこでビットコインに投資する投資信託はビットコイン投資信託です。ビットコイン ETF でね。上場投資信託は証券取引所に上場されているタイプの投資信託であるため、ビットコイン TF は証券取引所で自由に売買できる投資信託ということになります。あのね、投資で一番重要なのは、あれな利益率じゃないんですよ。 利益 s じゃなくて、あのね、即時売買できるかどうか、いわゆるですね、えー、なんつったっけな、あちょっと忘っ今忘れちゃったんですけど、はい、あのー、えー、売りたいときにすぐ売れるかどうか。うん。で土地、建物はね、売りたいときにすぐ売れないでしょ、だって。売りたいときに自分の,かあの思う値段で売れないでしょ。すぐに売ったら、 売るんだったら誰か金が持っ,てる、ね、持ってる人が半額だったら買うよっていう人いるかもしれない。で、しぶしぶ半額で売るしかないでしょ。都市建物とか車とかロレックスだったら。でも、あの金融商品っていうのは <coughs> すぐに売れるんですよね。ウ、ま、す、あ、クリック1個でね。ビットコイン ETF 以外の ETF としては日経225連動型上場都市信託や。 トピックス連動型上場投資などが有名ですこのような ETF は日経平均株価やトピックスなど特定の指数に連動する形で設定されています。まあ、指数取引だよね。同じようにビットコイン ETF はビットコイン価格を指数化したものに連動する上場投資信託ですと。ビットコイン ETF のメリットは何ですかビットコイン ETF の主なメリットは例えば下記の例が挙げられます。1仮想通貨の信用が高まる。ね、すごいよ。ビットコイン ETF だから承認されるかどうかはまあ アメリカがね、5月に承認する可能性が高いって言われてるんですよ。で、つ目は仮想通貨の信用が高まる可能性があることです。ビットコイン ETF が証券取引所に上場されるためには、取引所の厳しい審査に合格する必要があります。えー、だから、まあ、東京、日本で言えば東京証券取引所にビットコインが上場するって思うんだよね。だから、ソニーとかトヨタと同じになっちゃうわけ。トヨタ。とビットコインって、なんやそれ買う買うってなるわけ。トヨタと同じ信用が得られるわけ。 取引所の厳しい審査に合格する必要があります取引の透明性やセキュリティ確保など投資家保護が一,一定レベルを超えていないと申請は取らない仕組みですこれも2年ぐるみでやっていくからね2年から3年やってるからビットコイン TF うんそのためビットコイン TF の上場が認められれば投資対象として適,切適正だと取引所が認めたことになるため信用が高まるともいえますこの取引所っていうのは仮想通貨取引所じゃないからね 仮想通貨取引所は信用ないから、ビットフライヤーも含め。コインチェックもね、ビットコ日本の取引所も、あの海外、特にバイナンスとか、あのビットフィネックスも、アメリカもバイナンスも全部、仮想通貨取引所はあの信用ないから、信用あるのは、あの、ニューヨーク、ジャスダックとかさ、あ、ちゃちゃ、ナスダックとかね、ニューヨークね、あとは、シカゴとか、あとは、東京証券取引所、 あとはロンドン、インドは信用なし <laughs> あんまりないんですよ。で、特にアメリカの,あのニューヨーク証券取引所が一番世界で一番信用あるわけそこが認めたら信用が高まるわけねそ,のそこら辺のさあのな,んちゃなんちゃって取引所ですよあの仮想通貨取引所っていうのはどこも信用ないですから,からど1個もないですから。 ビットフライヤーでさえ、信用ないわけですよ。コインチェックもね、ビットバンクもね、財布も、どこもないわけですよ。だってちょ、ちょい、金融機関じゃないからね。はい。なんでもないからね。それが、今回初めてね、ビットコインを、ニューヨーク証券取引所がその、例えばさ、アップルとかね、グーグルとか、あの株扱ってるでしょ。そこがビットコインも、じゃあいいよと。 アップルと一緒でいいよと、グ、ねえーグル、えー、と一緒でいいよ、フェイスブックと一緒でいいよって言おうとしてるんですよ、今ね。だその価値は半端ないから、そして2、機関投資家による資金が流入する、2つ目は機関投資家による、えー、投資資金が流入する可能性があるということです。機関投資家っていうのは、今ね、仮想通貨って個人投資家しか投資してないわけ。あとは中小企業の親父ですね、全世界をね。 それが、基幹投資家って言ったら、年金機構とかヘッジファンドで、ヘッジファンドとはまあ年金資金を運用したりしてるんだけど、年金とか国の資資金とかね、財政とかまあ企業とかねで、で <coughs>、まあ、10兆円規模で持ってるわけ、100兆円とか、で基幹投資家を預かった資金を安全に運用する義務があります。そのため、投資家保護が十分でないものには投資できないのです。今までは、だからあのビットコインとか仮想通貨には投資できなかったんですよ、法律があるからね。うん。 うん、でも右を左をしたわけ、それはあのププチ機関投資家、ちっちゃい機関投資家とか、あとはあの世界の大金持ちがちょっとね、はした金の1兆円ぐらい入れて、ビットコイン買ってみようかって言ったのがあって、上がったり下がったりしてたわけなんだけども、これからはさ、そのまあ、1兆円もいれないよね。あの 1一個人が100万とか1000万ぐらい入れて、えー、240万まで上がったものがね、あのー、それがさ、1ヘッジファンドが10兆円ぐらいぶっ,ぶっ込んでくるわけ、どん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 。今ね、あのビットコインを含めて全仮想通貨の、えー、時価総額、全部合わせて22兆円しかないのに、いきなり1年、ね、1つのヘッジファンドが10兆円ずつ全部入れてみな。で、10個集まったら100兆円でしょ。 そしたらもう20兆が120兆になってる、もう6倍になるからね。したら70万円が6倍だから、出力420万円になるから、ビットコイン。こういう簡単な計算なんですよで。仮想通貨の取引所でビットコインを購入することができなくても、ビットコイン、ETF が上場を果たせば、そちらを対象投資対象に加えることができます。 ね、仮想通貨取引所は信用がないからね、財布でもね、ビットフライヤーでもコインチェックでもね。だから、ヘッジファンド、ゴールドマン・サックスとかさ、<laughs> あのゴールドマン・サックスとか、メルニー・インチとかね、えー、っと、チェビー・モルガンとかはね、あの買えないわけですよ、信用なんかねえから、このところのビットコイン、仮想通貨取引所は。でも、ビットコイン ETF っていうのはニューヨーク証券取引所とかね、えー、東京証券取引所に上場してるから、そちらは、えー、買えるわけですよ。 法律上ね。その結果、ビットコインに資金が流入し、価格上昇などが期待できると言われています。だから今、爆上げしちゃったんだよね。三、信用取引ができる。三つ目は信用取引ができることです。ETF は売りから入ることもできます。価格下落局面でも取引が成立しやすくなり、取引がより活発になる可能性があります。まあ今もね、あのビットフライヤーとかね、えー、財布とかね、い、え、ろ、ー、んなところでですね、えー、まあ信用取引がで,できます。ビットコインのね。 だからあの、ビットコイン FX っていうのはできますが、規模は小さいよね。あの個人投資家しかやってないからね。で税金面。4つ目は場合によってはあ税負担が軽減する可能性があることです。ビットコインの、えー、売却益は雑所得定総合課税の対象とさる。 ビットコインの売却益は、えー、雑所得として総合課税の対象とされています。総合課税の場合、所得が高いほど税率が高くなる仕組みですと。と <coughs> いうことで、今、仮想通貨は全部ですね、今の日本の金融庁の法律では、総合課税ですね、4000万円以上の利益が出たら、えー、総合課税で55%、最大55%ですね、はい。130万円ぐらいだったら5%ぐらいでいいんですけどね。 一方、ビットコイン TF は金融商品として申告、えー、分離課税の対象となりますと。申告分離課税の場合は税率は一定で20.3%なんですよ。だから100万円稼いでも20.3%、20万3千円、えー。1億稼い、えー、10億稼いでも2億,億300万でいい2億300万でいいんだね。そのため非常に大きな利益を手にしたときに、 税負担が少なくなるメリットがありますということなので、えー、今月末ね、アメリカ、ニューヨーク、ビットコイン、あだからビットコイン ETF は、ETF 買うんだったら、これは20.3%、えー。仮想通貨の個別株だね、個別株だったら、まあ、総合課税になっちゃうということですね。 はい。だから皆さんもチャンスあるよ、これ。ビットコイン TF。自分、皆さんでも買える可能性あるからね。で、ビットコイン TF の申請と却下の経緯ということで、ビットコイン TF は上場申請が行われていますが、未だは米証券取引所セックから承認されたものは一つもない状況です。2019年1月時点。申請が行われてから却下され、再審者中という状況になります。<laughs> ウィンクルボス兄弟の申請と。これ、ウィンクルボス兄弟っていうのは、あの、例の Facebook の生みの親だよね。あの、 えっと、あそこ、ハーバード、ハーバードにいた兄弟だよね。はい、それで、ウィンクル・ボス兄弟のアイディアを盗み取って始めたのがフェイスブックって言われてるんだけどね。はい、まず2017年3月にウィンクル・ボス兄弟がビットコイン ETF の申請を行い、えー、米国有証券取引所に却下されたということがありました。その後、2017年12月に、 シカゴオプション取引所 CBO、e、にビットコイン先物取引所が取引が上場を果たします先物取引が承認されればビットコイン TF も上場が認められるのではないかと期待が高まりましたということで2017年の10月にバーグ上げしたと <laughs> あのビットコイン先物が上場したからね ETF もやばいんじゃないかってみんな買っちゃったわけですよね。で、ダメで落ちたんですよね。でしかし2018年1月、SEC がビットコインへの懸念点を発表します。それを受けてビットコイン TF を申請していた4つのファンドによる申請取り消しが行われました。上場が認められる条件を満たさないと自主的に判断し、出直すために申請取り消しを行ったのです。まあ、セキュリティとかね。そういうのがあって、ここのところですね。 これがさ、これ一番上がさ、2017年の12月4日ぐらいなんですよね。はい。はい、すみません。それで、ここら辺でビットコイン、ビットコイン先物が上場したから、ETF も行くと思って、みんなを買ったわけですよ。でも、これおかしいだと、ダメだとどうなってんだってう,うちに、 えー、アメリカ証券取引所セックがですね、えー、ダメだと、却下し,しますよと、で、却下理由はこうですよって言って、えー、4つの、えー、あのなんだっけ、ところがですね、えー、自ら申請を取り下げちゃったんだよね、これね。4つのファンドがね、ファンド、えー、申請取り消ししたので、急速にしょぼ、しょぼったわけですよ。ひよったわけで。しょぼ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 。 で、もう一回行こうとしたわけです。ここね、えー。2月ぐらいね。で、やっぱりダメだって、しょぼ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 ,しょぼ。これ全部ビットコンイン TF なんですよ。この山は期待。期待上げなんですよ。で、全部ダメで。で、カルロス・ゴーンさんとファーウェイの逮捕事件で下がって、ここでおわん作ったわけだよね。ここでちゃんこ鍋作ったわけですよ。で、今またさらに、またね、ビットコンイン t フで今盛り上がっちゃってるわけ世界中が。 うん、で、なんとなんと今回ね、なんか承認される可能性がすごい高くて、あのー、アメリカのね、えーっと、ちょっとこれ、あの録画できてるの、これ、できてるよね、アメリカのトランプ大統領の側近にビットコインの大量保有者がなったって言ったでしょ、その人が今、なんとアメリカ証券取引所のセックにいるんだよね。にあのセックに、あのー ホワイトハウスのねあのトランプ大統領がね送り込んだんですよ。早くしろっと。これ、セックのビットコイン ETF の承認、早くしろっつって、影武者を送り込んで送り込みました。で、今回承認される株の性が非常に高くなってるなったということで、<laughs> でやっぱりトランプさん、すごいよね。まずはあのアメリカ人の所得倍増改革やろうと。アメリカ人の えー、貯金を2倍,に2倍から5倍から10倍にしようってことでね、すごいよね、無から有を作るんだもんね。それで全米に今テレビ CM 流して、ビットコイン買ってください買ってくださいってやっちゃってるわけ。うん。半端ないよね。で、みんなさ、そうかなと思って買ってるわけですよ、アメリカ人が。だからこんなに上がっちゃって、まだまだですよ、これ、まだ全然上がりますよ。で、ビットコイン行って承認っていうニュースが流れた途端に、いくら行くと思いますよ、これ。 いいくら行くら300万、400万どころじゃないですよ。はい。私は、まあ、希望的観測もありますが、800万いくと思ってます。800万したら、今の10倍ですよ。10倍、11倍ですよ。あなたの資産が11倍になったらどうしますまあ、10万だったら110万円ですね。100万円の利益になる。100万円でしたら1100万。1000万でしたら1億1000万。そして、そのお金を今度、リップルに入れると。 ね、リップルまた5倍になったらどうしますトータル10倍11倍の5倍だから55倍ですよ。あなたの100万が5500万、ね、1000万が5億5000万。ものすごい金融のねマジックってのはすごいんですよね。で、資格オプション取引所の申請。えー、2018年 <laughs> 3月には。 えー、シカゴオプション取引所が SEC にビットコイン ETF の承認を要請するに至りいくつかのファンドも続いて申請を行いますただしビットコイン ETF の上場は厳しく2018年8月に SEC は9つのビットコイン ETF の承認拒,、えー、拒否を行ったのです去年の8月ねだから8月のそのたんびにも私たちもがっくり込んですここら辺ですよねうんこう全部そうだこのビットコイン ビットコイン ETF、ビットコイン ETF ET ダメ、e い,いダメ、ETF ダメ。はぁーって疲れたって感じでしたよね。その後、2018年8月にセックの上級幹部によるビットコイン ETF 再審査会社の発表が行われますと、2018年10月にはセックが再審査中のビットコイン ETF に修正課長を提出し、市場では承認の可能性が出てきたという観測が出ている状況ですと。ニュースが与える チャートや値動きへの影響はということですね。でちょ、ちょっとお待ちくださいね。はい。では続きをいきたいと思います。もう一回いきますよ。ビットコイン ETF がなかなか承認されない主な理由には例えば書きが挙げられます。1、公正な価値評価が難しい。1つ目はビットコインの公正な価値評価が難しいということです。ビットコインは金や原油と異なる実態がないため、適正な価値を 評価しにくいといとう特徴がありますこれはねあの、ピアトゥイピアのブロックチェーンでできてますから、えーやっぱりすあの、数学とか IT システム分からない人っていうのは、評価できないんだよね、うん。目に見えて、手で触れないとだめなんですよね。このことが金融商品として取引される対象としてふさしくないと判断される原因の一つとして挙げられますに、流動性の確保の問題。 えー、流動性とは換金しやすいのことでいつでも売買できる状態であることを言いますビットコインは発行量が限られていることなどが問題視されていますと、まあ、発行量限られているから、まあ、金と一緒でね、えー、なくなったら終わっちゃうわけですよあとは売ってくれる人がいなければどんどん高くなっちゃうわけ高くしないと売らないよってなっちゃうからねだから早く,早く買っておかないともう1ビットコイン1億円とかなっちゃうわけだよね みんなが買い占めてね、もう売らないって言ったら、1億でも10億でもなっちゃうから。金とかダイヤモンドと一緒ですよね。金とかダイヤモンドだってや山に眠ってるでしょだからあれだ、もともとはただだからね。山、山にあったり、ダイヤモンドだって山にある、山の中にあるでしょあれた、ただって言えばただだよね。ただまあ、時間と費用、人と人件費と費用をかけてね、一生懸命採掘するから、お金かかるけれども、 世界中の人がもう売らないよって言ったらさ、どんどん高くなるだけだよね。高くしないと売れない,売れないから。で、管理者が不在。3つ目はビットコインには中央管理者がいないということです。管理者不在の資産はシステムに問題が生じた場合の対処が難しいとする見られていることも承認されない理由に一つとされています。ただし中央に管理者がおらず、分散型のシステムがあるがゆえに、不正が起きにくいなどのメリットもあるため、一概に中央管理者が不在なことがメリデメリットであるとは言い切れないでしょうと。 まあこれ大丈夫なシステムになってるんですよね、本当はね。それがなかなか理解されないということですね。新しいものだからね。しょうがないよね。詐欺や価格操作の危険性。ビットコインは誕生してから間もない資産であり、各国の取引所に対する法的規制が不十分、十分整備されていないケースもあります。そのため、価格操作やか、えー、詐欺が起こる可能性があることなども承認拒否、理由の一つとされています。まあ、盗まれる危険性があるんだよね。 で、それをどうするかっていうのがあるけど、まあ、最近セキュリティ厳しくなったから大丈夫だと思います。審査をしている SEC はどういう機関なのかと、ビットコイン TF の上場申請があった。ちょっと待って、これ、あとどのぐらいあるのこれ。<laughs> ちょっと長いね。 中井 <laughs> 読むね斜め読みしますね <laughs> これ2回に分けるのめんどくさいでしょビットコイン TF の上場申請があった場合における承認可否のための審査については SECSEC SEC SEC が行っています SEC は, SEC はこういう取った略ですと日本語にすると米国証券取引所の 取引委員会のことで投資家保護を目的として設立されました主な機能は市場における証券取引で違法行為が行われていないかどうかの監視などを通じて投資家保護を実現することです、まあ、日本でいうと証券取引等監視委員会だよね SEC はアメリカの連邦政府機関で日本の証券取,あ書いたんじゃん取引等監視委員会とほとんど同じ機能を果たしています アメリカにも日本における金融商品取引法と同じような法律である証券取引法があり、その法律にも続いて活動している点が特徴です。市場の監視や証券会社の管理などを行うことによって投資家が損害を受けないように日々活動しています。ビットコイン ETF の承認可否判断についても投資家保護の観点から問題がないかどうかが焦点です。ビットコイン ETF の承認可否決定の状況は <coughs> セックは過去何度もビットコイン ETF の承認を却下してきた経緯がありますバンテック版ビットコイン ETF については2018年12月には承認可否の結論が出ると見られていた時期もありました。しかし最終的な判断を先延ばしすることが2018年12月16日に発表されています。まあもうそのたんびにもういいよと。もうビットコイン ETF には頼らないよとか言ってね。僕なんかも毎晩毎晩、去年はほとんど毎晩ですよ。あのー、 YouTube ライブね、無料のライブを毎晩やってですね、傷の波合いしました。ビットコイン落ちるとこまで落ちたんでね、はい。<coughs> 一番辛い時期をね、えー、乗り越えてきました。ルール上は2019年2月までの承認可否判断を延長することができるとされているため、えー、危険ないいっぱいの期間、時間を使って審査を行う方針です。現行法の規定では、 今年の2月以降の判断先送りはできないことになっていますってもう2月過ぎてんじゃんって伸、ね、び伸びなんですよそのために2月に予定されているセックの判断には注目する必要があるでしょうってもう5月ですけど今承認可否が延期されるのはなぜですかとセックによるビットコイン ETF の承認可否判断が延期されている理由はセックとしてより慎重に審査を行う必要があると判断したためだと言われますだ却下はしないんだよね 却下はしなくて審査を、期間を延ばしているだけなんですよ。だから可能性はあるんだよね。で、セックにはビットコイン ETF に関して投資家やビットコインシステム運営関連者、ファンドを受け、するファンド会社、証券会社などから多数のコメントが寄せられましたと。s ックとしては集まったコメントを十分検討するための時間が必要になったため、判断延期となったのですと。 結局ね、これコメントがいっぱい来たんだけど、一番多かったのはね、ビットコインってね個人投資、個人が投資するのってすごいリスク高いんですよ。なぜかというと、ウォレットっていうのを作ってですね、あの各ね証券取引所あ、仮想通貨取引所の口座口を開設すると、一つ一つの、えー、っと、一つ一つのね、 えー、仮想通貨にね、ウォレットって言ってねで、電子的なお財布が作られるんですよ。で、それってね、その一つ一つの、えー、ID が、<laughs> ID 番号ってウォレット ID がね、作られて世界中違うんですよ、それ。しかも仮想通貨一個一個違うんですよ。で、それ、ウォレット ID にね、送金しなくちゃいけないわけ。例えば、<laughs> トロンとかね、体のエイダー欲しかったら、バイナンスに口座作ってね。 でバイナンスのカルタのエーダのウォレット ID をコピーしてきて、あコピーじゃなくて、それはそのままでよくて、えー、まずこう、ね、バイナンス口座、海外口座作ったら、ビットコインを送金するんですよ、そこにね。日本のビットバンクの口座作ったら、日本円を入金して、日本でビットバンクで日本円からビットコインに変えるわけですよ。で、ビットコインを今度はバイナンスに送るときに、間違えちゃうんだよね。 ビットコインのウォレット ID、お財布 ID をビットコインキャッシュのお財布 ID とかね、イーサリアムのお財布 ID ね、登録して送っちゃうんだね。それはね、いわゆるね、銀行の ATM だとね、振り込み番号を間違えちゃうわけ。振り込み先の振り込み番号あるでしょ。銀行名とか支店名とか、あのー、口座番号。 もう、間違った口座番号で送っちゃうとね、もう二度とに、ほとんど二度と帰ってこないです。どこ行っちゃったか分かんなくなっちゃってね。帰ってこないんですよ。特に海外取引所は英語とか中国語なんでね、もう相手してくんないんですよ。で、いや、自分で探してください、ていませんっす、すいません。自分で探すのも分かんない。帰ってこなくて、で、結構のね、何十億、何百億ってお金がね、あの、ビットコインネットワークとかね、 中ぶらりになってるんですよ。で、それね、間違っちゃうんですよね。で、だから投資家、億万長者の投資家って年配の方多いから、そんなん無理だと。そんなん無理だと。だから、ファンド、<laughs> きちんとしたね、えー、証券会社とか、えー、ヘッジファンドがね、ファンドマネージャーがいて、えー、現金、まあ、日本円とかね、アメリカドルで現金集扱ったら、あとはやっときますからって言ってあげないと。 ダメでしょと年配の人にパソコンを使わせてねわざわざパソコン使ってで海外口座開設して日本の口座開設して入金してねビットウォレット ID とかねでそのまま取引所にね預けておくとまずいからっつって、えー、なんだっけなそのーえー、と何ペーパーボレットとかねあとハードウェアボレットとかさ はあ、何ですかそこに入れとかないと盗まれちゃうよとかね。で、その USB 型のね、ハードウェアウォレットも1年に1回ソフトウェアを更新しないとなくなっちゃいますよとかね。はぁ、あ、みたいな。ふざけんなって、そんなわかんねえよって感じになっちゃってて。で、結構のお金をですね、えー、仮想通貨都市でね、なくしてる年配のですね、 えー、投資家は、まあ、昔、中野研究家にも言いましたけど、いっぱいいるんですよね。だからもう勘弁してくれと、まあ、あの今のままだと仮想通貨投資やりたくてしょうがない投資家いっぱいいるから、早くビットコイン e TF を承認してくれっていう意見、すごい多いらしいです、アメリカ政府にね、SEC に対してで。SEC は関係者などからの多くの提案に耳を傾ける方針を打ち出しています。またビットコイン市場が詐欺 え、科学操作の余地がないかどうかをモニタリングすることも延期された期間中に行われる審査項目です。詐欺師多いからね、あの、i c o 詐欺師とかね。あの、仮想通貨は詐欺師多いので気をつけてください。僕もね、あの、仮想通貨やってるから詐欺師なんじゃないかってずっと思われてるんですけど、僕は詐欺師じゃないですからね。詐欺やったら捕まるからね、ほんと気をつけてくださいよ。ほんでね、僕はね、YouTube の動画解説欄にも、 電話番号載せてるけど、昔は住所も載せてました。会社、社団法人経営してるからね、僕、代表理事ですからで、会社の一環としてやってたんだけども、あのー、警察からね、あのー、ちょっとね、えっと、アンチがたくさんいるから、ユーチューバーに対してね、個別に指導があってですね、僕も指導を受けて、中野さんはユーチューブの動画解説欄に住所載せてるから、住所は今すぐ削除してくれと。 そうしないと、何かあったときに警察動けなくなっちゃうからって言われて、ね、削除しました。はい。ただ、一応ホームページのアドレス載せてて、ホームページの方には住所載せてありますからね、会社の住所ですからね。はい。で、僕はその、はい、詐欺師を取り締まる方の人間ですからね。で、ビットコイン TF が承認されるには、 ビットコイン TF が承認されるためには SEC が問題視している点が改善される必要があるとみられています。特に問題視されている点はビットコインの価格操作先のリスクです。ビットコインの暴落のうちいくつかの事例については価格操作の疑いの可能性があると SEC は見ている模様です。取引所に上場されている金融商品については価格操作につながる取引は禁止ですと。<laughs> 結局ね、仮想通貨全体的に言えることはその取引量が少ないからね。 うん、一時にビットコイン240万円になったときは時価総額90兆円になったんですよねで。時価総額が大きければ大きいほど価格操作できないから一部のマフィアとか、ね、金融マフィアとかの、まああのー、1000億とか5000億ぐらいじゃ全然動かなくなるからね。だから鶏、あのー、が先か卵が先かになっちゃうよね。実際の市場でも厳格な監視と管理が行われています。価格操作や詐欺。 などのリスクがある状況状況態で承認すするわけにはいかなののがセックの立場ですで今ねあの日本の金融庁も仮想通貨をですね金融商品としてあの法律上認めることでですね法律を作ってあの内閣のね内閣に承認を得てえ次の国会で承認あの法律化法制化されるんでこれはねアメリカのですねビットコイン ETF 承認と、えー タイミングを合わせる形でね、日本もね、詐欺、えー、仮想通貨詐欺ができない。まあ、企業商品になっちゃうからね、あとは価格操作ができないことになります。まあ、したらあの、したら逮捕ですから、運用を開始しているビットコイン ETF もあると。で、実はですね、残念ながら、セックに上場承認されるビットコイン ETF は今のところないため、米国で運用開始しているものはないんですが、 そのため一般の投資家がビットコイン TF の取引を行うには上場が承認されるまで待つ必要があります。待ってるけど5月ね、承認今月承認される可能性がある。承認の判断が出るのは早くても2002月に、もう5月ですけどね、上場が完了するまでにはさらに時間がかかる必要になるでしょうと。しかしビットコインを投資対象とする投資信託はすでに存在していることも知っておきましょう。不特定多数の投資家を対象にするビットコイン投資信託は正式に認められていませんが、 死亡投資は存在していますと、えー、例えば2013年スタートした米国拠点数グレースケール社が提供するビットコインインベストメントトラストと呼ばれるものですこのような死亡投資信託は一定の条件を満たす投資家だけが参加できますビットコイン ETF はねオーストラリアとかではねあるんだよ実はもう上々投資信託ビットコインねアメリカはないだからしょぼい取引所での承認はされてるんですけどまあ世界一位のね あのアメリカ、ニューヨーク証券取引所での上場、ビットコイン ETF 上場というのはこれからです、今月ですね。すでに運用開始するものの中には対象投資家の条件として資産100万ドル以上としてのるものもあります。また、えー、解約禁止期間が設けられており投資、投資信託運用開始から1年間は売却できないなどの条件をつけるものが一般的ですと。まあ、死母債みたいな問題ね、これね。ビットコイン ETF の動向をチェックしようということですね。 でビットコイン TF の動向を確認する意味は、例えば、下記の2つが挙げられます。投資家としての選択肢が多くなる1つは、ビットコイン TF の上場申請がセクに承認されると、投資家としての選択肢が多くなることです。ビットコインに直接資金を投じなくても ETF を売買すれば、ビットコイン取引ができるようになるからです。また、税負担軽減の可能性があることもメリットです。ちょっと僕たちも、ちょっと興味あるね。で、ビットコイン TF にしようかね。ビットコイン TF。<laughs> 2ビットコイン価格に影響を与える可能性もう1つはビットコイン価格に大きな影響を与える可能性です、まあ、今これを狙っているんだけどねビットコイン ETF が上場されることにより機関投資家の資金が流入して価格が上昇すると期待されているのは確かです一方でビットコイン先物取引が上場された時に発生した現象が再現すると懸念する意見もあります先物上場の時には売り取引が優勢になって価格下落が生じました このためのビットコイン ETF でも同じことが起こる可能性もありますあれかなあの売り逃げかな上がったから上がったから、えー、利益確定ドーンとしたってやつね依然せよ上場申請の承認によりビットコインの価格に大きな変動が生じる可能性がある点には注意が必要です最新の ETF の承認動向をチェックしつつビットコインの取引に役立てていきましょうということで へ長かったですけどね、終わりました。ここね、あの関連記事、いろんなブログ、すごくいいの載ってるんでね、あのコインチェックのブログも読んでみるといいと思いますよ。はい、あの仮想通貨全体の、ね、ことを知るにはですね、結構時間かかるんだよね。僕もビットコインから入って、えー、いっぱいあるからね、何が何だかわかんないで、まあ、3ヶ月ぐらいかかるかな。仮想通貨って何なのかって投資うん。でもだんだん慣れてくるからね。 はい。ということで、今回は、えー、これで終わりにしたいと思いますね。で、今74万円までちょっと下がってきましたが、あ、75万2000か。すごいよね。相変わらずだよね。相変わらずだよね。ビットコインね。ちょっといじってたらぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。なんか出てこなくなっちゃった。えー、ビットフライヤー、財布ですね。あ、ちょっとお締め付け、あ、あ、えポコって出てきましたね。 いや、今週末70万いくかなとか言ってたらもう余裕でいってんじゃないですか、もう、うん、ちょっと押し目つけてますね。今買い時ですね。買いたいですね。はい、ということで、えー、今回長かったですけど、えー、今さら聞けないビットコイン ETF って何ということをお話しさせていただきました。えー、今日はね、中野研究会は、えー、今日夜10時半にねライブを始めます。生ライブですね。 それではどうもありがとうございました皆さんもビットコイン、えー、とリップルの投資で億万長者になりましょう千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしましたアメリカ・ニューヨークでお待ちしております失礼いたします